カルトからですね、何やら新しいペダルが届きました。マクソンのオーバードライブプロ OD820 の何やらカルト印のモディファイ品らしいです。まだちょっと最終プロドというか、本当はここにラベルが貼られるんですけども、ここにオリジナルにはない穴、こちらがオリジナルなんですけども、オリジナルにはない穴が開いています。果たしてこれは何なのかというところも含めて、今日は早速サウンドチェックをしていきたいと思います。では早速サウンドチェックをしていきたいと思います。今はですね、フェンダーの64年のストラットキャスターオリジナルのピックアップの状態で、リーシューのフェンダーデラックスリバーブのヴィンテージというチャンネルにプラグインしています。リバーブに、ストライモンのフリントを入れています。リバーブがないとこんな感じ。リバーブを入れるとこんな感じの音です。ドライブ、トーン、レベル全部だいたいセンターの位置で、マクソンオーバードライブプロ OD820 カルトモディファイ品をオンにしてみたいと思います。しますね。なんかこう箱のでかいオーバードライブの音っていう感じで、なんかこう芯の音がギュッと強くなっていて、埋もれない音ですね。そういうイメージでした。ちょっとドライブとかトーン、その辺をちょっといじっていきたいと思います。
ですね、かなり鋭く効いてきますね。美味しいポイントに当たる感じで、これで今フルテンです。なんかちょっとアンプのトーンみたいな動き方ですね。そしてドライブもですね、0から少し上げると急にグワッと音が立ってきて、3時ぐらいまで上げてみます。すごくこうギターの個性がそのまま歪んでいく感じっていうか、ちょっと TSK いわゆるチューブスクリーマー808なんかにあるクシャクシャっとした感じが少なくて、キラキラっとした芯の音がすごく出ている印象ですね。とても抜けるいい音だと思います。ちなみにこの OD820 カルトモーディファイ品はですね、実はクリーミックスが、増設されているということで、この本体の後ろにですね穴が開いていて、こうクリーンが混ぜられるんですけど、ほぼゼロの状態だったんです、実は。でちょっと上げていってみたいと思います。半分ぐらいのセッティングですね。つまみを全部センターぐらいの位置にしてみました。最初と同じぐらいのセッティングですね。半分ぐらいまでそのクリーミックスを上げると、ボリュームをこう絞ってもなんか本当ゲインのこういうふわーって膨らんだのがシュッて本当にそれだけ収まっていくような形で、すごく綺麗です。で、だいたいフルクリーンフルにしてみます。こんな感じです。アンプを2台同時に鳴らしているような
感じのニュアンスですね。ちょっとレベルが大きくなるんでレベル下げてドライブを上げてみます。すごい綺麗に出ますね。これフルでもいいぐらいですね。フルで使いたいかなって僕はちょっと思いましたけど、ちょっとリバーブ深めにしました。すごいですね。なんかこの TS の持ってる味みたいなのもあるんですけど、くしゃっとしたくしゃくしゃっとした歪みなんだけど、鋭さがずっと残ってるという印象で、その鋭さがあるがゆえに特にこのストラットキャスターなんかだと、特にハーフトーンの時なんかにアタックが全然こう沈まないというか、さっきのクリーン全部ゼロの状態の音もなんかかっこよかったんですけど、このクリーン混ざった音を聞いちゃうと本当にこうクリーンアンプとクランチアンプ2つ同時に鳴らしているような音像で、すごく抜けてくるんだけど、こう音が歪んでリッチになって、とにかく弾きやすくなる感じというか、それはなかなか面白い感覚ですね。それでは今度はアンプを変えて、フェンダーからボックスのアンプにスイッチしてみました。AC30 のノーマルチャンネルにプラグインしています。生音で、クリーンレベルを少し下げて、全部つまみの位置をフラットに近い状態でチェックしてみます。AC30 のこう中域のこう鈴なり感みたいのがきちっとありつつ、もう素直にゲインアップしてくれてる状態で、ちょっとやっぱアンプがドライブしやすくなってるので少しドライブを下げてみます。ハーフトーンの鈴鳴りが全然オンになっても消えないのはかなりいいですね。
ちょっとグイッとドライブを上げてみます。アンプが変わってもギターの音とペダルの音は変わらないですね。なんかすごくいい状態のままアンプをこう自然にプッシュする感じで、こうアンプに変に負荷をかけてこうドライブさせるとちょっと濁り出すんですけど、そういう感じがなくて、ドライが漏れてるからなのか、まあ中で昇圧されているからなのかちょっとわからないですけど、 TS に比べるとだいぶこうパンチがありますね。芯の音にすごく抜けがあるように感じます。最後に AC30 の、トップブーストチャンネル、ある程度クランチした状態にしてブースターのように使ってみてどうかというのをちょっとチェックしてみたいと思います。なんかこうアンプの倍音がさらにプッシュされて、やっぱり濁らないで綺麗に歪んでいくというのが特徴かもしれませんね。とても弾いていて気持ちのいい音です。というわけで、今回はマクソンオーバードライブプロ OD820 こちらの、カルトモディファイバージョンを、サウンドチェックしてみました。まずはこう本体の後ろに穴が開いていて、そこからマイナスドライバーでクリーンのミックスができると、いわゆる、オーバードライブがオンになった時のクリーンのミックスレベルが変えられるということですね。でこれがかなり強力に効いている印象、それと、インプットの確かバッファーをこうちょっと、いじったようなことを言っていたんですけど、そもそも芯の音がすごく太くなっていますね。ちょっと怠ける感じ、オンになった時に音がちょっとこうぼやっとする感じがこう太くて、この820の良さでもあるんですけど、そこがこう結構ドーピングされて、ぶっとく鋭くクリーンになっているというのが一番の特徴じゃないかなと思います。僕が個人的に使うとしたら、もう間違いなくストラトで、フェンダー系のアンプに使った時に心地よい歪みを出すというふうに使うと思うんですけども、ブースター云々ではなくてですね、自分の作ったアンプ直結の状態の音にさらにこうレイヤーが加わるような、そういう使い方ができるので、非常に使い勝手のいいペダルに仕上がっているんじゃないかなというふうに思います。動画を見て気になった皆様はぜひ、製品もチェックしてみてください。